こんにちは、速稼塾の久保です。隠居して4年になりますね。今日もこの鳥居真知子さんからのメッセージを読まさせていただきます。真知子さんね、しばらくぶりなんですよ。 4,5 日経ったかなと思うんですけども、その間に何かがあったのかなと思いましたら、やっぱりね、何かがあったみたいです。こう書いてますね。15日なんですけども、いきなり介護の件、の稼ぎ方、素晴らしい伝え方に聞き惚れていましたということで、私のね、動画を見ての感想だったんですけども、それはね、ともかくとして、8月9日、真知子さん救急車にて名古屋医療センターに行かれたそうですね。実は名古屋医療センターって私もね、去年の9月に行ってるんですよ。ちょうどね、旅行中だったんですけども、名古屋に、台風かなんかでね、新幹線が止まって広島まで行かなかったもんですから、名古屋に一泊することになったんですよね。で、急遽新幹線の払い戻しをして名古屋に泊まって、じゃあ雨がひどくなるまでに夕食でも食べようかなと思ってホテルから外に出たら、私ね、ドカーンとね、転倒しましてね、脱臼したんですよ。ものすごい骨がガクッと出ましたからね。で、救急車で名古屋医療センターに行って診察券を作って、今深夜なんで明日もう一回やりましょうということでね、帰ったわけなんですけども、次の日はもうね、雨も上がってたんで広島に帰って、広島で診察を受けたわけなんですけども、そういったご縁がございますね。そんなね、ことをね、楽しそうに話してもしょうがないんですけども、今回真知子さんが何かね、お体を壊されたということで、ちょっと心配しております。やっぱり思った通りというか、そういうことも考えられるなと思ったんで、こういうふうにご連絡いただけてね、ありがたいなと思いますね。はい。で、次の連絡なんですけども、朝早くベッドから全く動けなくなり、アルソックさんへ、ご連絡されたということだったですよね。びっくりしますよね、朝急に体が動かなくと。で、名古屋医療センターに、行きまして、いろいろとあったそうなんですけども、そのね、細かいことについてはこの動画では差し控えたいと思いますけども、医師の方と看護婦さんの検診によって持ち直したということですよね。ですごくいいことが書いてあるのは、この真知子さんね、皆様のことをとっても嬉しくって涙が出ましたと、で、看護師さんからもありがとうございましたとお返事をいただきまして、めまいがひどいだけなんですよと、真知子さんだから大丈夫ですよってことはね、聞かされて安心したということでございます。本当によかったですって書いてますよね。ご隠居様、ぜひ教えてください。日本は中小病院助ける形が前に聞いた気がしてなりませんが、今私が体験して動けない体救う地域の医療病院がなくなりそうで心配していますということでね、おそらくこれはね、全国に蔓延している感染症の影響で、なかなかね、病院が一般患者の方に手が回らないということだったりとか、今回の感染症に関わることによって経営難に陥った病院が結構あるということだと思います。心配ですよね、そこら辺もね。で、ここでシャンプーされたら数多くの病院がなくなり、国民は悲鳴を上げることになると思う。その通りだと思います。今でこそね、土病院に必要な医療資源の確保、要するにお金とか人っていうのを確保するために、国を挙げて動いていかなくてはなりませんよね。はい、次のメッセージなんですけども、どういうふうなメッセージかなと思いましたら、入院中なぜかご隠居様の、アリさんの アリのね、動画をね、思い出してくれたみたいですね。それをお守りとして持ち歩いているので、パワーをいただいたということですね。アリの巣が私の庭にありまして、先日の大雨でもね、生き延びてくれましたよ。で、私がね、動画の最後に、じゃあ行ってらっしゃいっていうのをね、心強く聞いてくださったということでございます。毎昼寝る前に必ず拝見していますと。はい、ありがとうございます。見てますか、真知子さん。はい、でこの動画をご覧の他の皆様も、こうやってメッセージいただきましたら、私ね、必ず目を通してますし、中にはね、アンチなメッセージもあるんですけども、こういうふうなね、私がこれは返事したいなっていうメッセージに関しましては、このように返事をさせていただいてます。もちろんね、プライベートに関わることとかっていうのはなるべく読まないようにしてるんですけども、コメント欄に書いてあるんで、基本的に全部読んでもいいと思いますけどね。はい、真知子さんからメッセージをね、まだまだいただいてますけども、今回はこちらの方を最後にして、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。人生相談無料でやってることがすごい多くの人の生き方、これはですね、私がね、人生相談をこうやって動画でやってるっていうことをね、すごいですねってことを言ってくださってると思います。はい、ありがとうございます。これからもね、皆様のこれ、ね、人生相談っていう大したもんじゃないですけども、皆様の悩みや迷いとかつまずきに寄り添っていきたいなと。私も同じような弱さを持っている人間ですんでね、その代わり私は人を励ます強さも持っていると思うんですよ。そして
多分ですけども、動画をご覧の皆様も、次を生きるね、次の日を生きる、やっぱりエネルギーを持っていらっしゃると思いますので、ぜひね、力を合わせて、この難しい世の中っていうところもありますけども、美しい世の中もね、まだ残されてますんで、協力して手に手を取ってまいりましょう。では、いってらっしゃい。